卵、この3つの素材で、ちょっと色がベージュ色ですけど、まだプリプレー送られてもらった。おもろということで、今日はですね、来ちゃいました、プリンの帝王、はい、国際プリン協会会長、趣味はプリン、仕事もプリンの、プリンの龍平です。よろしくお願いしま す。お願いします。今日は3人で、プリンフューチャーしてお届けしたいと思います、はい、必殺技を教えていただけるということなので、はい、ご家庭でも再現できますよ。オーガオモカオーガ、最初のプリンね、じゃあ、はい、シンプリンいきましょう。シンプリン、シンプルプリンでシンプリンね、かわいい。牛乳、砂糖、卵、この3つの素材でね、プリンできちゃう。3人分ね、3人分大さじ2杯の砂糖、大さじ2杯、はい、30g ね。で、牛乳が、1カップ180g、 1個全部入れちゃっていいから。卵いきます行きました。マーベラス、マーベラス、はい、ホイッパーでね、いいんですけど、で、あんまり強く泡立てちゃうと、うん、空気のブツブツ、うんうん、あれ酢って言うんですけど、あれが入りやすくなっちゃうので、そんなに強く泡立てなくても、砂糖が溶ければ OK です。この目が細かければ細かいほど、プリンのキメが細かくなるので、例えば茶こしなんかでやるとキメが細かいし、さらにストッキングとかもいいです。ストッキングピンと張って裏ごしたりとすごくキメが細かくできる。これでもうプリン液が完成なんですよ。早っ、早いですよ。ご家庭にあるようなジャム瓶、ジャムの瓶でもいいし、あとは、茶碗蒸しの容器、湯飲みにラップにゴム、輪ゴムでも OK、全然大丈夫。入れました、はい、もう一個、あ、もう一個やっていいですか。やっぱ歌手ですから。そうですね、はい、Tonight, tonight. 声美しい。ラララララまだプリン作れ。送られてもらった。沸騰した鍋ですけど、直接入れちゃうと若干刺激が強いので、まあ、キッチンペーパーみたいなのを軽く敷いていただいて、その上にチャポンと沈めます。熱い、地獄、地獄の釜の中に入ってます。お風呂ね、熱い、蓋閉めて、やめてくれ。滝沢カレン的世界観。でこれは弱火です。弱火です。そう、鍋の底から小さい気泡がこうプツプツってちょっと出てくるぐらい。はい。だいたい今日一旦12分ぐらいで様子見てみましょう。12分。ほやほやしてますね。そう。これで完成です。え？この素肌がすごく綺麗でしょ。綺麗。はい。これこの後、はい、どうする？冷やすんですか？はい。これはあと、ご家庭の場合は冷凍庫に、冷凍庫に30分ぐらい、30分ぐらい入れたら今度は冷蔵庫に、はい、冷蔵庫にあと30分ぐらい入れれば、はい、でも完成。わかりやすい、はい、王道プリンね。王道プリン、これはね、まあ、簡単なんですけど、3つ分、はいはい、牛乳が最初 162g、 162g ね。3じゃなくて23、22、そうそう、全卵が75、砂糖が33です。大好きなやつじゃないですか。手際がいいですね。ありがとうございます。牛乳もいろんな種類があるので、さあ、カラコに置いちゃってください。はい、もう一個白いの割ってみましょう。これをしっかり溶いて75だけ入れます。あ、入れるんですね。はい、サラサラなってるので、まだ砂糖がね、溶けてないですよね。あー、落とします。はい、そうです。で、このゴムベラで丁寧に、あ、はい、いるもん。はい、お願いします。いや、その流れ。はい、じゃあ王道プリンの仕込みがこれで完成です。はい、半分ぐらいね、沈むぐらいのお湯を沸かしたら一旦火を止めて、キッチンペーパーを引いてからチャポンって沈めていきます。弱火でだいたい12分ぐらいですね。そしていよいよ竜兵プリンいきましょう。究極のやつ。プリン完成させてからだいたい30時間ぐらい寝かせると、さらに落ち着いて美味しくなる。30時間そう、ちょっとお見せしますね。これが、ちょっとこれ色とか、タルタルソースみたいね。え、これプリンですか？そう、えこれ1個焼かないよ。焼くかと思った。それすごいね。70個分ぐらい作ったんですけど、はい、これは、卵、砂糖、牛乳の他に入れてるものがいくつかあって、まず
生クリーム。生クリーム。全卵の他に卵黄、黄身だけも別に入れてます。分量は内緒。そう。でこの黄身と生クリームっていうのが、はい、プリンのコクとかあと旨味とか味のこう深みを出すための味の深みを出すための深みです、はい、今日はあのこの有精卵、牛乳も一般的な牛乳使ってません。今回は、低温殺菌って言って、はい、でさらに牛乳は、基本的にはホモジナイズドっていう加工してます。で今日のは今日のはノンホモ。ノンホモ。ノンホモジナイズド。黒いプツプツ見えます。これはバニラビーンズです。バニラビーンズですね、はい、バニラビーンズも天然のものを自分でこう丁寧にこして牛乳で溶かして入れてます。塩を入れてます。塩、塩普通入れない。普通入れない、はい、で塩を入れると、素材の旨味が前に出る。旨味とかコクを前に出すため。へえ、はい、あとは命をいただくっていうことで命に対しての感謝っていうお清めの塩の意味もあるし、清め、はい、心ですね。それ そこに愛が、はい、ありがたい。あとは鶏と牛と僕ら共通している血液、はい、血液の中には水分と塩分も入ってますんで、はい、鶏と牛と僕たちの共通のものだっていう意識を持って塩を入れてます。え、やばい、すごいですね。今日はねご家庭じゃないのでスチームコンベクションボン、まあ、デジタル蒸し器ですね。プロ仕様、はい、店にあるやつ、はい、じゃあ蒸していきます。70度とかだからね。70度結局全部工程簡単でしょ。簡単ですね。そうなんです。覚えれちゃう。そうそう、すぐ思うか思うかということで、こっから素材の味でだいぶ勉強させていただくということで。そうだよ、もう砂糖を3種類、うん、砂糖、まあ、これが一般的なグラニュー糖で、これが天才。そう、天才糖。ちょっと色がベージュ色ですよ ね、はい、原料はサトウキビですけど、はい、手で徹底的に何回も何回も絞って乾かしてを繰り返した和三盆。あ、うん、全然大丈夫。おいしい。え、お菓子みたい。そう、もうおいしいでしょ。右と左に、ね、分けますね。右と左。まさか牛乳がそんな違う、ね、そんなないでしょうよ、ま、右が、普通の牛乳、はい、高温殺菌牛乳。左がノンホモの牛乳。ノンホモ、はい、ノンホモ。臭さがない、うん、お優しい。そうですね、おいしい。こんなに違うんですよ、おい、牛乳の違いが。だからこのノンホモの牛乳を使うとプリンも後味のあっさり、優しさが変わってくる。あ、もうか、あ、間違えた。あ、もうか、あ、もうか、ついにプリン完成よっ。シンプリンからね。シンプリン、シンプリンから。ご家庭で作れるやつをちょっと。わー、見てー、ほら、うん、鼻言葉失います。これ夜明けまでも踊りたいの。うまっ。ビターカラメルね。ラララランランラン。あのリアクション欲しい人はあの概要欄貼っておきますんで、あのご紹介しますんで。おいしい。甘いのが苦手な。甘いの苦手なのね。男性諸君が。なるほど。うまい。早く言うな、おい。先に言うな。これプリンみたいです。ね、プリンだよ。相当プリンじゃない。でも、え、今までプリン何種類作ったんですか。今までね、全部で3万6000種類以上。続きまして、はい、ロードプリン。原材料が同じなんですけど、はい、分量が違う。あ、分量。実食。開けます。お願いします。刺します。おい、刺します。刺します。なんかさっきのよりも、うん、一発目にすごい卵感があるのはなんでなんでしょう。うん、で食感もちょっと違うんですけど、うんうん、卵黄、黄身もね入れてるので卵感が強くて、あとはまあ固めになってますね。うん、でも固めなんですけど優しさは変わらないというか。そう、やっぱそれは愛が入ってるからですかね。まとめにかかるからね。究極の竜兵プリンってでかいな、おい。大きい。こんなの作りましたっけ。そんなでかいんだ。じゃあ行きましょう。オープン。おいしょー。やった。おいしょー。このバニラビーンズが見えるとあのすごいテンション上がりますよね。ね、絶対これ美味しい。そう、そう、うん、なっちゃう。
なんだ、重みがある、なんかずっしりしてます、すごい、うんうんうん、あの刺すのにでも柔らかいですよ、すごく。そう、あ、締まってる、詰まってるんです、深みがあります。あ、俺やない顔特撮じゃないのもすごいな、ね、カラーが強い、すごいな、癖が強い味は全然違うよ、濃厚。そうだね、濃厚だよね。ごめん、ハイボールさすが究極ね、今日3種類しか作ってないのに、おう、もう1個の味が楽しめるんですよ。お、というと何ですか。なんかイリュージョンですか。そう、あれなんか刺さってる。お、これ木のスプーン。あ、かわいい、うん、え、素敵。約5年ぐらいかかって完成したいいスプーンっていう名前のスプーンなんですよ、うん、いいスプーン、さぞかしいいんでしょうね。そう、これで食べると抜けがすごくいい。唇の当たりとか抜け、抜けたそうだよ、スルッとくる、全然ちゃう、うん、なんか本当にプリンを生かすスプーンって感じがします。こんなに買ってプリンと向き合った男がいたでしょうか。あ、もんか、はい、そもそもなんでいきなりプリンの帝王になったんですか。育ち、うん、に由来するかなと思ってます。育ち、うちの母がホステスさんやってたので、ホステスは辞めたんだけど小料理屋始めちゃったから、はい、うん、仕込みとあと買い物とかの時間考えたらホステスさんより拘束時間が長いから、あ、朝は母と一緒だけど学校から帰ってきたらもう母いないから、うん、たまたま僕は風邪ひいてしまって学校休んだんですよ、うん、でさすがに母も仕事行くわけにいかない、僕のためにご飯を作ってくれたんですよね、うん、いつもは温め直しとか冷たいご飯を食べてるのに、うん、その時は母が出来たての僕の好きなものを作ってくれて、うん、で母もいてくれる、うん、だから美味しいっていう嬉しい味だった、うんうん、眠る時に母が僕の部屋に入ってきて、うん、プリンを持ってきてくれたんですよ。ここでプリンで、今まで一回も母はそんなことしたことなかったんだけど僕にこうあーんって言ってくれた、うん、それが嬉しくてそのシーンが僕の中ですごく残ってしまって、30で見せ始めてるんですよ。プレーンのプリンとチーズのプリンとチョコレートのプリンの3つを出す店をスタートできたので、会長様はちょっと協会今後どうしていくかみたいなビジョンを教えてください。国連に加盟している国って大体200くらいあるんですけど、ほとんどの国に鶏と牛っているんですよ。で卵とその乳があれば作れるから、うん、世界中でプリンって作れるんですよ、うん、その国にあるもので作れるので、うん、で今回の、僕が普段あのお伝えしているような作り方製法を日本で生み出した製法を海外に伝えてプリンを食べて喜ぶ人、生産者の方の、プラスにもなるし、うん、そういうことをこうやっていきたいなっていう、世界平和、そう、世界平和がテーマだからすごい、プリンで世界平和、そうですよ、なんかそんなあの世界中にプリンと平和を届けるあの、はい、竜兵さんがなんかイベントがあるって聞いたんですけど、プリンっていうのはその卵と牛乳で作ってるし、まあ、僕も母が作ってくれたプリンがルーツだから命のお菓子って捉えてるんですよ、プリン、うんうん、その命のお菓子を11月23日にあいつもご飯作ってくれてありがとうとかそういうことでプリンを送るっていうで文化を、ね、根付かせたいなと思って、おもんか、おもんか、おもんか、いやー今日の経営論はラン先生と一緒に、はい、お願いします。かわいい、ありがとうございます。あ、私じゃないか今日どうでした、竜兵さんのそのプリンに対する思い、愛の象徴だなって思っていろいろ話されてるものとかも聞いてすごい素敵だなって思いました。はい、今日の経営論はラン先生お願いしていいですか。いいですか。はい、じゃあお願いします。今日の経営論、ババン、ババン、料理の出来は材料が8、調理が2。ありがとうございます。やり方だった。はい、これは日本料理界のレジェンド分け徳山の野崎さんの名言から引っ張らせていただいたんですけど、なんかすごい仕込みしてくれたはって、いや、ね、ここにね現れてるものはこんだけだけど、うんうん、でもっと言うと素材選びとかあとはその出すプリンへのストーリーとか、うん、めちゃめちゃ段取りをしてもらってて、うんうんうん、なんかそれって仕事と一緒だなと思った。あ、なるほど、はい、やっぱ仕事もね、なんか段取りとか準備とかが全部こう重要だなっていうことを痛感させていただいたんですよね。はい、田中先生もダンス教えたり、はい、ミュージカル出たり、そうです
そう、ステージと一緒ですね、なんかね。見せるものはここだけど、その裏とかね、あるんですね。そしてその準備を支えるものは重いということで、はい、皆さんもぜひ仕事に何か打ち込むときとか、まあ、プレゼンしたりパフォーマンス発揮しなきゃいけないときは準備をしっかりしていただいて、段取り8割で臨んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。チャンネル登録お願いします。お願いします。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。